金はすぐ知らない人に話しかけるんだから。だって同じ駅で降りたから声をかけたくなっちゃって。そういえばあなたはどうして青神町に来たの？あ、私もそれは気になる。じゃあここで会ったのも何かの縁だね。私たちが青神町を案内してあげるよ。あれ、あかねちゃんとゆかちゃんじゃん。あれ、かおるさんたちだ。こんにちは。ねえねえ、隣の子って誰？あ、この子はね、夏に青神町に引っ越してくる子なの。あら、そうなの？でもそうでしたら何の用事があってここに？ああ、それはね。へえ、じゃあ今から青神町を案内するって感じなんだね。どこか行きたい場所ってあるかしら？神社に行きたいなら青神神社がいいよ。青神神社っていうのはこの町にある神社の名前なんだ。そうだよ、それにクラスも一緒。でも最近さ、私のクラスで休んでる人が多いんだよね。夏風邪が流行ってるからかな。連絡も全然取れなくてさ。顔色が良くないけど。確かに連絡が取れないことは気になるよね。だよね、ゆかちゃん。そういえば最近青神町で行方不明の人が数人いるけど。噂だと共通して最後の連絡が途絶えているのが青神駅付近だっけ。私たちのクラスメートもみんな夏風邪じゃなくてさ、行方不明だったりしてね。夏風邪です。さ、行こうか。案内するね。